会議事堂、カンザス州会議事堂は、アメリカ合衆国カンザス州の州都トピカに立地する、同州議会の議事堂。庁舎内には、カンザス州議会の上下両院の議場のほか、周知事室が置かれている。議事堂は、トピカ市中心部のやや南西、エースアベニュー、テンスアベニュー、ジャクソンストリート、及びハリソンストリートに囲まれたブロックに立地している。 現在の議事堂庁舎は2代目のものである。ドームを含めた庁舎の高さは304フィートで、連邦議会議事堂よりも16フィート高いが、ドームの直径は50フィートで、連邦議会議事堂のもののおよそ半分である。カンザス歴史協会が行っている議事堂見学ツアーではこのドームの頂上に登ることもできる。見学者は6階から296段の階段を登って、 ドームの頂上へと達する。また、議事堂の東ウィング内には、地元カンザス州出身の画家ジョン・スチュアート・カリーの手による奴隷制度廃止運動家。議事堂が建っている土地は、1862年に、アッキソントピカサンタフェ鉄道の初代社長、サイラス・ホリデーが、自らの経営するトピカタウン会社を通して寄付したものであった。庁舎は、 エドワード・タウンゼント・ミックスが主設計者として設計を行い、地元カンザスのジョン・ジー・ハスケルがウィングを設計した。東ウィングの建設は1866年に始まり、地元カンザス州ギアリー軍産のライムストーンを用いて行われた。ついで1879年、今度は西ウィングの建設が始まり、石材には東ウィング同様に地元カンザス州 コットンウッドホールズ産のライムストーンが用いられた。1881年に西ウィングが完成すると、2棟のウィングをつなぐように、本館の建設予算が承認され、1884年に建設が始まった。ドームが建設されたのは1889年5月であった。庁舎は1904年3月24日に完成した。 その後約1世紀経った2002年10月10日、ドームの頂上に、州の標語である、アドアストラパーアスペラから取られた、アドアストラという名の銅像が設置された。この高さ22フィート2インチ、重さ4420ポンドの銅像は、地元カンザス州、サライナの彫刻家、リチャード・バーゲンの手によるもので、カンザスの語源ともなった、カンサ族のネイティブアメリカンが弓矢を構え、 北極星に狙いを定めているというものである。ありがとうございます。